綺麗な空に心地よい風。スカイ、星を紡ぐ子供たちは地上に落ちてしまった星たちを星座の元に返す物語。あ、誰かいますよ。ここでは世界中のプレイヤーとオンラインで時間を共にすることができるんですよ。そしてこうやってキャンドルを灯し合うことが挨拶代わりですね。一緒に走って、一緒に空を飛んで、気持ちいい。そして地上に落ちて石像の姿になってしまった星に光を灯すと、星が星座の元へ帰りました。彼とはここでお別れのようです。バイバイ。ところで僕さん、すっかり打ち解けていたみたいですが、言葉を交わしていないことに気づいていました？あ、確かに完全に通じ合ってましたね。また会えるといいですね。スカイ、星を紡ぐ子供たちは2021年春配信です。